版は前回の続きからやっていこうと思います。今日は3日目で交流戦みたいですね。自分のリーグと、他のリーグで24チームで争う交流戦になってます。一括でいきます。あ、厳しい。セガには勝ってるけど普通のチームに勝ててないですね。厳しい。ちょっと見ますね、ここ。厳しいなぁ。厳しい。ヒットは多いんですけどね。厳しいなぁ。最後抑えられたとこちょっと見てみます。ほんと厳しいですね。開いてしまう。かっこいい。あー惜しい。あ、この球場いい。天然芝かな。グラウンドの感じがちょっとこう、広島の。あ、いいっすね。負けてるけど。あ、いい、いい、いいよ。負けてるんですけどね。分かってるんですけど。三振、三振、三振か。惜しい惜しい。うまい。厳しいっすね。とはいいかな。とはないっすね。おっか。今自分が14位ですね。ここは一括。あ、スキップがあるのかな。よいしょ。スコアボードでいきますか。おお。ここの、あ、1号か。ここ見ますね。ツーアウトから多いですね。いい。お客さん入ってますね。うちの球場ですよね、これ。すごい。球場のランクを上げたらもしかしたらお客さんも入るし、曲も流れたりするんですかね。お、いい。ああ。まあまあまあ、しょうがない。一括がなくなってる。おお、勝った勝った。いいっすね。ホームランなし。あ、上原。すごい。完封してますね。あ、完投か。すごい。おお、いいっすね。この3点大きい。最後、サファテ。ちょっとサファテだけ見ますね。おお、菊池に変えて。守備用になるのかな。やっぱサファテ似てないっすね。ちょっとこう本当に似てないっすね。日本人が投げてるような感じですもんね。ナイス。いいっすね。次の試合。
あー負けた。まあまあまあしょうがないですね。次の試合。おお、いいですね。いいですね。まあ悪くないですね。いいですいいです。今オーダーがこうなってます。野手の方がこんな感じですね。あと投手の方がこういう風になってます。調子の悪い選手は変えていこうと思います。今日はここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。